女装ドライアイドルロビンソーのソーソーラジオ。この放送はテルヤ商会さんの提供でお送りいたします。はい、最後水曜中がなびら、はい、時刻は6時を回りました。お仕事を終えた皆さん、おつみ、はい、ドライバーの皆さん、安全運転心がけてくださいね。はい、本日は10月の15日日曜日ですね。第182回女装ドライブアイドルロビンソーのソワソワラジオの時間となりました。イエーイ。はい、ありがとうね。はい、今日ですね、うん、第4日曜ではないんですけど、はい、しちゃいました。ね、第4日曜のね、うん、入り浸ってる女入り浸ってるって言わんでよ。はい、はい、LGBTQ 親子ミュー沖縄のあいみさんです。はい、LGBTQ 親子ミュー沖縄代表のあいみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私はですね、うん、夕方の水曜の夕方をじゃなくて日曜の夕方をちょっと混戦してる。ダメよ、日曜日でしょ。日曜日ですね、うん、はい、美しく彩るのはどんなあなたも笑顔にしちゃう歩くパワースポット、ロビンソーです。はい、はい、よろしくお願いしますね。はい、はい、この番組はですね、性の多様性、表現する性別ね、を象徴する LGBTQ 関連や、うん、スピリチュアルとかね、ちょこちょこっと雑談したりね、はい、ワンチャヒンチャよくわからない番組でございます。はい、はいはい、この番組ではあなたからのメールを待ってるんですよ。実は絶対メールして、はい、番組への感想、ご意見、お悩み相談、こんなテーマで話してほしいななど何でも OK でございます。うん、はい、はい、メールアドレスは761fmkoza@gmail.com 761fmkoza@gmail.com ですね。はい、 Google でロビンソワって入力すると、検索したらですね、いろんなのがもうね、うん、わーってわーって、ね、もういっぱい出てくるよね。もうハロウィンみたいにね、いっぱい出てきますから見てみてくださいね。はいはい、そしてライブ配信行っています。 YouTube、ツイキャス、なんだ、インスタライブ、はい、ね、普段はやってるんですけども、うん、ね、あれなんか今日、うん、ライブ配信、うん、してないさ、なんでかね、うん、はい、うん、またかねってね、そうだね、バレてるはずね。うん、しょうがないね、はい、収録放送です。はい、申し訳ないです。申し訳ないです。今ですね、ロビンソーはどこにいるかと言いますと、うん、南城市にいます。遠いね。はい、南城市のね、隣にある大きい駐車場に来たら、いわきさん、うんうん、したら会えるよ。何やってるの、わからん。とりあえずいるわけね。占ってる。あ、オッケーオッケー。はい、占いを売ってる。占いを売ってる、うんうんうん。占いじゃないですよ、売ってますよってかね。はい、こんな感じで入り浸ってます。はいはい、見逃し配信はですね、うん、FM 小座の、チャンネル、 YouTube チャンネルがありますので、そちらから見てください。はい、インスタはですね、ロビンソワ検索してましたらもう出てきますので、ぜひもいいねとかね、フォローとかコメント、ぜひよろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい、それでは最後まで、お付き合いくださいまで、はい、それでは CM いきます。はい、はい、どうぞ。La 76.1 de la FM. Eso más. Sí, Dios. Y FM cosa. Robin Soa no Soa Soa Radio. はい、ただいまの時刻は、FM コザからロビンソーのソワソワラジオ、生放送って言おうとしたけど、うん、本当はもう収録放送で、はい、収録です。今日はですね、お送りしております。はい、はい、この番組はですね、
心の性別、表現する性別、多様性を象徴する LGBTQ をメインにお話しする、まんちゃんひんちゃんよくわからない番組ですバラエティ番組かな、バラエティ番組ですねはい、はい、今日のゲストは、LGBTQ 親子ミュー沖縄のあゆみさんですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うんね、うん、何しに来た何しに来たかな私の顔が見に来た。あ、そう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 、うん、見に来た見に来た。あ、そう、ね、うん、ロビンソアの顔を見に来たんだけどね。あ、そうね、うん、じゃあ私今日あれだね、もう顔にも鳥タコはしてから来ればよかったねどういうこと。あの美智子様のさ、あのちっちゃい帽子ね、あのチュブロンカタコはするみたいにさ、うんうん、あんな感じで鳥ね、怖怖い言わないいやでも冷静に考えて怖いでしょ。怖いね怖いな。そうでしょ。あ、いや、ウトルサリアそうでしょ。怖いですね。正常な感想だと思います当たってます、うん、はい、ということでね、うん、あのあゆみさん、はい、デイジー久しぶりじゃないだからね久しぶりだね。元気だっただからよ。まあね、この前あの2、3日、4、5日、うん、3日4日前の水曜のね、よみたんのそわそわエクスタシーにも出てもらったんですけど、はい、FM 小座ではね、うん、もう久しぶりのラジオ出演、はい、どこに行ってたのあのね、うん、入院してた入院した。そうなのよ。なんでね。そうなの。なんと、うん、両足骨折してからさ、いいねーなそれで2週間、うん、半月かな、15日間ぐらい、うん、入院して手術をして戻ってまいりました、うん、戻ってきたはい、あれ もう少し、叩かれるよ叩かれるよあんたあ、骨折。はい、骨折しました、人生で初めてあ、そうね、骨折で入院ってなかなか聞かないけど、うん、だからさ、どんな状態だったのね、普通にさ、うん、普通にさ、普通じゃないんでしょ普通にさ、転んでからさ、うん、国際通りでしかも、うん、転んで歩けなくなって、うん、お友達に救急車を呼んでもらい、はい、運ばれ、はい、そのまま入院しました、はい、右足ね、右足4箇所と、そう、4箇所、そして左足の小指、はい、はい、ね、2時間ぐらいね、うん、あの救急搬送先でね、そのお友達を待たされてからね、申し訳ないです、ね、はい、そのお友達というのはロビンなんですけどね、はい、私の後ろで音がするからさ、何かなと思って振り返ったら、うん、あんた転んでるからさ、何しなかったって。だからね、もうしょっちゅう私ロビンにサプライズばっかりしてるだからよな本当に何回目かねってロビンの前で転ぶのだからよ、もうハロウィンね。やばい、だからさ、やばいよねもう あれね、もうほらハロウィンの時期だからって言ってから、うん、じゃあギブス巻こうって言って、これも衣装なんですよ。気合い入りすぎでしょやりすぎでしょあれですね、今日もう松葉攻めで、うん、そうなんですよね、全治3ヶ月なのでまだまだ治りませんけどまだ1ヶ月ちょいでしょ。そうだね、うんうんうん、そうね、骨折ってちょうど1ヶ月ぐらい経ったかな、うんそうですか。そうなんですよ、大変でしたね本当に本当にもう二度と入院したくないそう、もう入院ね、入院食もね、あんまり美味しくないでしょ、うん、うん、本当に味もしないしさ、うん、もう何だろう、メインのないご飯ばっかり運ばれてくるみたいな、うん、もう野菜しかないみたいな、うん、この二人を病院食にこなして文句言ってるさってね、うん、今聞いてるあなたよ、うん、思ってるかもしれないけど、あなたもどうせ思ってるんでしょでね、うん、あ、私の場合は思っただけじゃなくて、うん、行ったことあります、看護師にやば、え、美味しくないけどって、うん美味しくないのにこれでこの値段なって、高さよ100円でいいよって、うん、本当によ、看護師さんもあの分かるって言ってた、うんね、一応ね、好き好んで食べる味ではないさ、うん、で私は足怪我してたから
売店にも行けなくって、うん、もう本当に出されたご飯を食べるしかないわけよ、うんうん、もう苦痛で仕方なかった。もう生きるためにはって感じだったよね、うん、本当に大変でした。病院食はもうね、うん、本当になんかもう栄養士が、まあ、考えてるのかね、うん、なんか疑わしくなるよね、うん、本当になんか朝もこれ食べたんじゃないかなって思うようなのばっかり出てくるからもうサポレでいいよって思ってしまうよね、うん、もういいよみたいな、だんだん食欲もなくなってくるしさ、うんうん、もう大変でしたね本当に、うん、それも含めお疲れ様でしたお疲れ様でした。病院生活、ね、やっと戻ってこれましたで、まあね、まあ、しばらくまだちょっと安静にする時間も確保しながら、ね、うん、またねリハビリとかもね、うんうん、まあ、しないといけないっていうことなんだけどさ、はい、そういえばさ、うん、この前あなたお友達から、うん、なんかこれ足に乗ってごらんって言ってからさ、うんうん、なんかもらわんかった？もらった。もらったもらった。何が入ってる成分の？なんだっけ？忘れちゃった。原材料よ。何だった？何が入ってる？何だった？何だった？何だった？なんだっけ、なんかへがつかなかった。へ全然覚えてない、ごめん。もうね、うん、ごめんなさい皆さん、打ち合わせ不足です、うん、ごめんなさい、うん、私からなんだったなんだったって聞いておきながらね、わ、うん、かります。偏譜、うん、あれ、うん、偏譜って何か、うん、大麻ですね、うんうんうん、そうそうそう、それの成分が入った、うん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 、なんかあれクリーム、うんうん、塗ったよね。塗った。あ、そうそうそう。あれどうなったの、してあれ。あれすごかった。もらってからさ、うん、すぐ塗って寝たわけさ。うん、で次の日の朝さ、うん、普通にこの骨折したところの右足の指がさ、うん、動くようになった。動かしにくかったんだけど、とっても、うんうんうん、もうクリーム塗って次の日、うん、もう順調に動くわけ。あれからしてずっと、うん、ずっと動く、うん、もう毎日塗ってるのではない、うん、毎日塗ってはないけど、あれからずっと動くようになってる。持続するんだ、うんうん、へえ、すごいと思って感動しちゃった。すごいね、うんうん、今あれってね、沖縄はまだそんなに浸透してないけど、うん、東京とか内地はよ、このヘンプって言ってさ、まあ、タイマー、うん、タイマーなんだけど、うん、厳密に言ったら成分、うんうん、違法な成分があるわけよ、うん、この違法な成分を取り除いた、うんうん、大麻の入ったうーん、それもアメリカとかでも、まあ、日本でも医療業界とかでもさ、うんうんうん、まあ、別に大麻が入ってる、うんうん、治療薬とかさ、まあ、使ってるって普通に言うさね、うん、そうそうそう、だからその、悪い部分を取り除いたものだったら大丈夫ですよ、合法ですよ、うん、っていうのらしくて、WHO も認めてるって、うん、なんかね、その違法のやつっていうのは根っことか葉っぱに入ってるらしくて、うん、そうなんだ、そうそうそう、でこれ多分あなたがもらったのは、うん、茎、うん、茎と種、種、うん、からの抽出した成分、うん、こっちにはその幻覚とかああいう、うんうん、なんていうの、症状を起こす違法な成分は入ってないって、へえ、そう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 、でそれが最近普通に東京とかも結構流行ってるらしいよ。そうなんだ、うん、へえ、流行り始めてるってこと。そう、と思ってさ、うんうん、沖縄ではなかなか聞かないさね、うん、聞かないっていうことでさ、うん、私もちょっとそれを取り入れ、お仕事にさ、取り入れてみようかなと思って、うんうん、なんかほら私もほらもうタッチケアとかヒーリングタッチケアとかね、うんうん、やってるからさ、うん、なんて言うんだろう、テレビニュースとかでもなんか取り上げられてたみたいでさ、うん、YouTube で映像見たんだけど、うん、なんかこうコーヒーとかにそのオイル、うん、エキスをなんか 2,3 滴垂らしてから飲んでるそのシーンとかあったわけ、はいはい、でなんかもう町子でそのカフェでさ、うん、それを飲んでる方のこの感想とかも、うん、なんかリラックスできますとかさ、なんかちょっと眠くなりますとかさ、うん、なんかそんなのなんだって、うん、エナジードリンクとかあるさ、うんうん、レッドブルーとかさ、うん、あれの反対って、
あっちは覚醒するさ。はい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 、なるほどね。カフェインとか入って逆って、うん、リラックス効果があるってことか。あ、そう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 。が私のそのタッチケアとかやった後に、うん、あのなんていうのオイルとかさ、うん、なんかちょっと最初まあ味見とかさせて、うん、でなんかよかったら、うん、あの販売もしてみようかねと思ってさ、うん、ちょっとあの来週から取り入れてみることにしました。うん、流行の最先端も行くのね。はい先端ね、もう私もサキッチョ好きだから、うん、あ、なるほど、いろんな意味でね、うんうん、好きよ私サキッチョよつっついてからや、うんうんそうそうそう、へえ、そう、オイル、オイルで、なんかあのクリームもある。うん、あなたクリームもあったでしょ少し、うんうんうん、であとなんかエキスなんかジュースとかに混ぜても美味しいような、なんかあのベリー味のなんかフレーバーとか、チョコ味のモカのなんかフレーバーとかもなんかあるみたいなわけさ。へえ、そうなんだ。そうそうそう、うん、あ、なんかいいねと思ってからやつ、うんうん、気になるね、うん、ちょっと来週、多分来週の頭ぐらいに届くはずだから楽しみにしとって、うん、うんうん、ね、ちょっと味見壊したらいいさ。うん、お願いします、ねはい、出して収録の時はね時間があんまりようわからんからさ、うん、まだまだ喋れますね、はい、まだ喋れるんだそうです。はい、はい、でこれを、うん、どういうふうに、ま、商品取り寄せてるかって言ったら、うん、まあ、ネットワークビジネスですよ、うん、ね、私今までさ、うん、ネットワークビジネスってもう一般的によ、うん、あまりいいイメージはないさね、うん、なんとかこうとかね、うん、あるけどさはい、はい、私は全部今まで断ってきてたわけ、うん、結構話来たよ昔からね、うんうん、断ってきたんだけど、でも今回に関しては、うん、なんかちょっとあれ、なんか商品が、あ、なんか気になるかも、うん、って思って、ちょっとじゃあチャレンジだな、チャレンジかなと思って、うん、取り入れてみることにしたんだけどもさ、うんうん、私が思うネットワークビジネスってさ、うん、本当は悪いもんではないと思うわけ、うん、ほらたまに私は土の時代から風の時代になってるよ、変わってるよって言うんだけど、うんうん、これからは目に見えないんだけどあるもの、うん、風の時代、風って分かるでしょ、うん、吹いたらあるって分かるさ、うんうん、そんな感じでなんか人とのつながりとか、うん、愛とか、ね、そういう情報とかある、見えないけどあるものっていうのは今後大事ですよっていう時代になってきてるわけよ、うんうん、だからこのネットワークビジネスももう人とのつながり、だって赤の他人から全く知らない人から話してこないさ。確かにね、来ないでしょうん、うん、だから話してくれる人っていうのは、うん、もうあなたと一緒にこの手を組んで豊かになっていきたい、うん、ね、うん、いい方向に行きたいからあなたも一緒に上に引き上げていきたい、うん、お助けしたいっていう気持ちで話しかけるんだね、うん、っていうのが分かったからさ、うんうん、多分そうなんだろうね。だからこれからもますますどんどんいろんなネットワークビジネスって増えてくるはず。なるほどね、うんうんうん、イメージがねまだまだね。そうそうそう、だからあとは、うん、どういう商品を扱ってるかねさ、うん、商品で選んだねと思う。確かにね、うん、うんうんうん、私はなんか商品にちょっとピンときたから、うんうん、取り入れてみようと思って、うん、なんかシャワー、このシャワーヘッドいいよとかさ、うん、このコスメいいよとかいろいろあるさね、うん、なんかピンとこなかったからよ、うん、ああいうのは、うんうん、なるほど。そうそうそう、今はじゃあ自分に合うって思った商品を見つけたってことね。そうそう、なんか活かせるなって思ったの、うんうんうん、自分でもなんか使ってみたいなと思ったし、うん、でなんか皆さんもちょっと使ってみてほしいみたいな、うん、で、うん、一応ほらまあ肌に塗ったりとか、うん、直接口に入れたりするものだから、うん、まあまあ合う合わないあるかもしれないけど、うん、分からんけどさこれは、うんうん、でもどういう効果があるのかなとかもちょっと気になるさね、うん、人によってはやっぱ感想は違うと思うから、うん、そうね、個人差があるからね。そうそうそう、うん、でそこのなんかデータも、うん、取得しつつ、うん、でなんか自分の仕事に生かせたらいいなと思って、うん、
ちょっと始めてみようかと、うんうん、なるほどね、はい、本当にロビンって何でもやね。だからよね、うん、占いもするでしょ、うん、にじちゅらマルシェも主催するでしょ、うん、ラジオもしてる、うん、龍神カードも作っている、うん、でまた新しく始めるんでしょこれも始める、うん、分かりません、はい、自分でも分かりませんすごいなと思ってだからもうあのロビンソワっていう職業は、うん、もう人でしかできないね、うん、できない絶対無理だからやな、うん、はあ、ね、なんか切れ目がいいそうで、はい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 、あのエイジワが来ました、はい、わかりました、はい、じゃあこの曲、あ、このコーナー行きましょうか、はい、はい、この曲聴いてレッツフェスティバル、はい、今日はですね、うん、私の目の前にいる女からリクエストでございます。本当にさ、言い方さなんでいいさ、そういう中だから。あ、いいですよ、ね、何でもいいやってね、うん、はい、はいはい、言って今日は 何ですか。今日は東京デデデイで破壊ロマンスです。はい、はい、それではお聴きください、どうぞ。ロビンソワのソワソワラジオ、はい、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオ FM コサからなんと収録放送でお送りしておりますね、はい、すいませんね、うん、楽しみにしてくださってるあなたよ、うん、たまにはいいさ謝っといて、たまに、うん、はい、今日のゲスト、あの LGBTQ 親コミュ沖縄のあゆみさんです、はいはい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いしますね、曲、うん、東京ゲゲゲゲ、なんで毎回覚えないのかな東京ゲゲゲイでしょ、ゲゲゲゲゲイ、3つ言えばよきね、うん、東京ゲゲゲゲゲイもういいよ、なんでも東京ゲゲゲイの破壊ロマンスでした、はい、ありがとうございました、はい、さあこの番組はですね、あの、うん、LGBTQ、 あの心の性別、表現する性別、そういった多様性を表す、うん、まあね、うん、象徴する、はい、LGBTQ なんですけども、うん、2つほどちょっとご紹介したい記事を見つけました、うん、はいはい、まずですね、1つ目が、うん、性別適合手術を受けなくても、うん、戸籍上の性別を変更できるように求めた、うんうん、トランス男性の申し立てが、うん、ついに静岡家裁で、うん、申し立て人の性別変更を認めましたって、うん、そうそう、昨日見たテレビで、あ、ニュースになってて、木曜日ですか、うん、そう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 、あ、本当、うんうん、しかもね、これ日本のことだからさ、うんうん、あ、すごいと思ってさ、そう、すごいなと思って、私も歴史的なことじゃないと思ってね、うん、この、 あの弁護士さんによると、性同一性障害、うん、特例法の要件が、うん、憲法違法だと、違法だとする司法判断は初めてですって、うんうんうん、はあ、ちゃんとね、しっかりニュースになってるね、うん、そうなの、この今までのね、うん、性同一性障害特例法の中では、うん、戸籍上の性別を変更するためには、うん、まず18歳以上じゃないとダメよって、うん、で2つ目、もう結婚してないこと、うんうん、18歳以上と結婚してないこと、うん、で未成年の子供がいないこと、うん、これ3つ目ね、うん、で4つ目が生殖腺、うん、まあ、卵巣とか精巣がない、うんうん、またはその機能を永続的に失っていること、うん、まあ、要するにもう手術、うん、したことが条件、うん、で変更する性別の性器に似た外観を備えていること、うん、もう人工、うん、人工で作りなさいよって、うん、でこの5つの条件を満たしていることが、うん、
必須みたいな、うんうん、だったんですけど、でこの生殖腺、うん、卵巣とか精巣がない、うん、またはその機能を永続的に失っていることの生殖腺、除去規定について、うん、不妊手術を事実上強制するもので人権を侵害して憲法に違反するとして、うん、手術なしで性別変更を認めるように、うん、この家庭裁判所、うん、家裁に申し立てを行いましたって、うん、でね自分のことを自分で決められる性別、権利は、うん、憲法で保障されている、うん、で手術をしなくても男性だという認識は変わらないのに手術を強制されるのは人権侵害だって、うんね、で今回の申し立てを通して、うん、性的マイノリティの人たちが特別な存在じゃなくて、うん、同じ社会で共に生きていることを多くの人に知ってほしいなっていう、まあ、思いでしたよって、うんうんうん、実際のね当事者の方が、うん、っていうふうにおっしゃっております、うん、でもこれすごいよね、うん、すごい外国でもあったのかな、でも多分日本では多分初めてじゃないかな、うん、だと思うね、うん、じゃあほらマイトさん、うん、そうそうマイトさん、うん、ね、手術行かれたじゃないですか。行っちゃったよね、うん、でですごいだからタイムリーな、ね、話題だったからマイトさん多分このニュース見てあって思ったかもねあっ思ったかもしれないけど、うんうん、でもやっぱりね手術って何にせよリスクがあるじゃない体に、うんうん、ね、だからマイトさんたちの話聞いてたらねマイトさんのパートナーのゆかりさんのね心配する気持ちもすごい分かったから、うんうんうん、ね、手術しなくてもこうやってね性別変更できるってすごいいいことだなって思った。ほんとね、うんうん、はあ、まあなんて言うんだろう、この戸籍上変更するしないは別として、うん、まあ、自分がその状態に近づけたいっていうことで、うんうん、まあね、その手術受けるっていうのだったらまあ別にいいんだけど、うん、手術までしたくはないんだけど、うん、でも戸籍は変えたいっていう方たちはもう、うん、無理やり、うん、いやいやながらもやるしかなかったわけさね、うん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 、相当ストレスたまると思うよ、うん、本当に、うんうん、好きで手術する方は、うん、まあ、別に体の肉体的なストレスぐらいだと思うんだけど、うんうんうん、やっぱりこうね、いやいやながらやる方も体にもストレスかかって、うん、もう精神的にも、うん、そうだよね、まあ、ストレスかかるわけだから、うん、だからもうリスクはまあ2倍、うん、精神的から来るこのね、うん、病気とかも、うん、ね、障害とかもあったりするわけさ、うん、それ考えたら、うん、本当に大きいね、まあ、進歩だなって思いますけどね、うんうん、本当にぜひね、うん、うちの番組に出てみて、うん、出てもらいたいさ、うん、読んで、ね、鈴木さん静岡県から静岡からおいで私が行くねでも本当お話聞いてみたいよね、うんうん、でもなんか画像写真見たらさ、うん、本当に男性って感じだよね、うん、なんか記事見たらパートナーの方もいらっしゃるみたいなので、うん、その方のお話も聞いてみたいなと思うし、うんうんうん、あ、じゃあパートナーは女性？女性、うん、ああそうなんだ、うん、事実婚の方がいらっしゃるみたい、はいはいはい、はい、うんうん、あれよ、まあ、この方はほら女性から男性に、うん、まあ、変わったわけなんだけど、うん、だからといって、うん、女性が好き、うん、こういう男性に変わった人は必ず女性が好きっていうわけではないのよ。ん？ん？ん？難しいな。まあ、うん、女性から男性に変わったじゃん。はい。っていうことは心は男性じゃん。うん。だから、うん、女の人が好きだろうって。はいはい。とは限らないわけよ。ああ、なるほど。ゲイかもしれないしってこと？男の人好きって人いる。ああ、なるほどね。はい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 。そういう人は FTM ゲイっていう言い方をするんですよ。へー、初めて知った。バイセクシャルもいる。へー、そうなんだ。そうそうそう。でも
比率的には、うん、まあ、女性を好きになるっていう人が多いではあるけどね。うんうんうん、そうそうそう。へえ、難しいね。私の周りにも、まあ、2人ほど いたかな確か。うーん、そうそうそう、うーん、そうなんだ。そう、難しい不思議ね。不思議、本当に面白い。うん、こういうそういう意味では面白いよね。うん、っていう、うん、素敵なニュースでした、うん、はい。そしてですね、もう一つ、はい、あのお知らせしたいことがあったんですけどね、うん、何でしょうか。これだ。次、続きまして、うん、あの NHK、うん、今月は、うん、あの超多様性トークショーなれそめをはじめ、まあ、そういう番組があるらしいんですね。へえ。をはじめ LGBTQ 関連の番組をなんか集中的に放送するんだって。たくさん NHK で。そう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 。知らなかった。まず直近では、うん、ね、昨日、うん、10月14日、うん、土曜日ですね、うん、あの昨日はの虹黒っていう、うん、番組が放送されたみたい。10代の LGBTQ が顔出しなしで、うん、クローゼットのキャラクターになって、うん、LGBTQ のメンターに秘密を打ち明けて相談する番組って、うん、今回は部活でカミングアウトすると、うん、特別な配慮をされる、うん、されるんじゃないかなっていう不安を抱える、うん、さつきさんっていう方がね、はいはい、今登場したよって、うん、で、井出さんとかロバートさんとかね、うん、有名な方々が、はいはい、まあ、こういったお悩み、うん、相談受けますよっていう番組らしいです、うん、はい。でこれからの直近ではね、はい、まず明日、はい、16日月曜日、うん、夜11時から、うん、これは今回は元女友達、うん、超自然体な彼女&本来の自分として生きる彼、うん、ですって。うん、女の子として生まれて今は男性として暮らす、方、うん、男性の方が、ね、いらっしゃって、うん、で性別にとらわれて生きてきたこの方は接し方が自然体で超フラットな彼女さんに恋心を抱きましたっていうあらすじが書かれてますけど、うんうん、それからどうなったかっていうのはもう明日、うん、気になるね。 NHK 総合ですね、うんうん、23時からはい放送するそうです。うーん、結構これ毎日放送されてる感じですか。いや毎日ではないけど次がね、23日、うん、23日にも、チャットルームジャパンっていう番組があるみたいですよ、うん、これは日本に住む外国の方たちをつなぐためのプラネットホームって、うんうん、で視聴者の方たちが新たな関係性を築いて、うん、より良い生活が送れるようになることを目指しているって、うん、でここで紹介されたストーリーに対して視聴者がコメントを書くことができるようになっています。うん、なんかねそういう番組があるそうですね。うーん、ゲイカップルの方のお話が、うん、上がるみたいで、この方たちは長きにわたってパートナーシップを結んでいる、うん、もう超幸せなカップルなんだけど、うん、ただ国が同性婚合法化していないことだけが、まあ、うん、難点というかね、うんうん、このちょっと苦だなみたいな、うんうん、っていう風に言ってるらしいです。うん、まあね、いつになったら認められるわけ。だからね、ね、うん、安心めんどくさいや本当よね。まあ、この番組でもさ、たびたびも、うん、そういうね、同性婚とかの話はちょこちょこ出しはするけどさ、うんうん、本当にもうね、幸せの形が増えるだけさね、うん、別に望まない人は必ずしもそうしなさいではないけど、うんうん、別にいいさね、関わらなければいいさ、うんうんうん、不思議や、本当に不思議。おかしいね。おかしいよ。デージおかしいよ。おかしいよ。デージおかしいから、うん、ダメよ。ダメよ。でね、うん、27日、うん、27日にも、ねほりんぽほりんっていう、うん、
あの変なタイトルの番組があるそうですどんなのかね、気になるけど。なんかね、あの顔出し NG の訳ありゲストが、うん、豚さんの人形に、うん、聞き手の、うん、南海キャンディーズの山里さんね、うん、とあのゆうさんが、うん、もぐらの人形にあの化けて、うん、そうすることでそんなこと聞いちゃっていいのというような話をねほりはほり聞けるという番組ですねなるほど。でこれにあのレズビアンカップルのお二人が、うん、まあ、出るそうです。うーん、はい、でカミングアウトの向こう側パート2っていう番組もあるそうです。はい、これはあの NHK の BS の方で同じ27日ですね。あのねほりんねほりんぱほりんは E テレ、E テレ、うんうんうん、E テレの夜10時からって。うーん、で、BS ではカミングアウトの向こう側って、うん、これは何時から？これはですね、これ8時から、うんうんうん、政治家の間で LGBTQ プラスへの差別発言が出る昨今、うん、日本のこの社会で子供を育てる性的マイノリティのカップルたちの葛藤と喜びを見つめる、うん、でそれぞれが作る家族の形とは一体なんぞやっていうあの番組だそうです。ね、ね、これうちの子に見せてもいいかもね。うんうん、まあ、あの NHK だから、うん、まあ、教育番組だからね。うんうんうん、はい、っていういろんな情報を得られるかもしれない。そうですね、うん、でまたあの私がやっております虹チュラマルシェ、うん、まあ、これもですねあのステージの部門で、うん、まあ、当事者の方がもしくは関係者の方が、うん、あのパフォーマンス、うん、まあ、するっていうのもあるんですけど、トークショーとかもありますけど、うん、あのね、あなたが立ち上げております、うん、はい、LGBTQ 親コミ沖縄、はい、まあ、LGBTQ の当事者の方が、うん、ステージに上がってトークショーとかっていうのはもう、うん、普通にあります、うん、だけどその親御さん、うん、親御さんはまたストレートな方たちだから、うん、その親御さんから見たその LGBTQ の世界だったり、うん、まあ、子供たちだったりっていうところの、うん、な貴重なお話が聞けるっていうのを、うん、あの虹チュラマルシェでは設けてるので、はい、ぜひね、あの皆さんまだ行ったことないよって方は遊びに来てくれたら、うん、とっても嬉しいです、うん、はい、ということでこの虹チュラマルシェ、うん、はい、次回はですね、うん、なんと、はい、12月の17日、はい、日曜日、うん、12時から、はい、夕方6時まで、はい、はい、もう一回言うよ、12月の17日、うん、日曜日、第3日曜日ですね、はい、はい、お昼の12時から、うん、夕方の6時まで、うん、場所はですね、はい、なんと、はい、なんとね、うん、大宜味村大宜味村来ました。はい、道の駅大宜味村、はい、道の駅大宜味、うん、やんばるの森、うん、ビジターセンターっていうところです。はい、はい、うん、とってもいい場所よ、あっち。うんうんうん、ね、うん、なんか新しい施設みたいでさ、うんうんうん、駐車場もめちゃめちゃ広いし、キッチンカーももう結構たくさんあの呼べるんじゃないかなって思ってるしね、うんうん、ステージもちゃんとあるし、うんうん、いいよ、いいね、あっち、うん、17日とってもいい感じ、うん、今からねどんな感じにするかはね決めていかないとね、うん、そうね、うん、はい、今日から一応あの出店者、うん、ちょっと募集、はい、ちょっと入ろうかなっていうことで、うん、先ほどですね虹チュラマルシェの、はい、まあ、グループ LINE があるので、うん、そこでアナウンスはしましたけれどね、うん、まあでも北部だから、うん、しかも名護じゃない、うん、もっと北だから、うん、まあ集まるかなって不安はあるけど、はい、でも私がやりたいから、うん、まあ、やってるって感じなので、うん、みんなついてこい。そう、ついてきて、ね、大体もう北部でイベントするよってなったら、うん、大体名護でやると思うわけ、うん、それより来たって、うんうん、やっぱりもう人が少ないっていうイメージがあるから、うん、そうだね、うん、
なかなかやらないと思うんだけど、うん、そこをあえてね、うん、行くことで、うん、まあもう未開の地を開拓みたいな、うん、で ほぼほぼもう中南部とかで活動していた人も、うん、ぜひ、ま、自分をね、うん、ブランディングしたい方、うん、認知度を上げたいなって思う方は、うん、あのチャレンジ精神、うん、あなたのチャレンジ精神をちょっと見ますのではい、もうぜひもう海のそばよ、うん、目の前も海、うん、うんうん、国道沿いにあるしバス停もすぐ目の前にあるところ、うん、大宜中学校だったかな、うん、があのバス停がありますので、うん、交通の便もなかなかいいと思いますあっち、うんうんうん、だからもうぜひ、まあ、出店者の方々もそうなんですけどもね、うん、お客様としていらっしゃる方もみんな来てほしいなっていう、うんね、そうですね、楽しみだね、だからね、うん、楽しみしかないです、うん、本当に、うんうん、みんな来てほしいな、大宜味まで本当よ、うん、他のマルシェイベントとはね、うん、違うからさ、うんうん、LGBT をここまでバンってこう出してるマルシェイベントってないから、そうだね、他にね、見たことない、うん、いつかこう県外にもちょっと進出したいなっていう、うん、そうなんだ、気持ちもあります。離島にも行きたいね、そうだね、うんうん、石垣とかさ、うんうんうん、石垣だったらほらあのレントさんね、うん、あのハンドパン奏者のそうだ、ね、レントさんとかもいらっしゃるし、うんうんうん、ね、離島であってもいいかもね、うん、実現できるようにね、うん、動いていきたいなと思うんですけど、うんうん、はい、12月17日ですね、うん、でその前の週の12月10日、うん、日曜日、これも日曜日なんだけどね、うん、この日は県内で、1年に1回行われるピンクドット沖縄、はい、はい、2023年2023が開催されます、うんうんうん、確か多分11時ぐらい11時か12時ぐらいからかな、うん、やるんですけど、あっちで天仏、うん、はい、の前でやります、うんうん、っていうことは、うん、向かいはほらのれんがいさね、あ、そうだね、なんか私暴れられるかなと思ってよ確かに、はい、実は私正弘酒造のですね、うん、新しい4月に出た新しいお酒しまうたの公式アンバサダー、うん、はい、今月から就任しまして、あ、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、まあ、そんな兼ね合いもあって、うん、なんかね、ピンクドットでなんかできるかなってちょっと、うんうん、構想を練っております、うん、なるほど、今日この頃今日この頃じゃあ期待しとこうね、期待してて、うん、まあほらあれさ、うん、歩行者天国でもあるしさ、うんうん、日曜日の毎週日曜日はね、うん、歩行天だからさ、うんうん、はい、楽しみ、ロビンが何やるかだからよ何やるかね、うん、とりあえずインスタフォローしてってね、うん、宣伝しよう、うん、宣伝して歩いてね、うん、島唄もはい飲んでってね、うん、はい、のれんが行ってってからね、多分5時6時には多分終わるでしょ、うん、二次会ははい、のれんがいおいでっつってね、うんうん、のれんがいにも行っとこう、行っといてね、はい、ということで、うん、そろそろあれですかね、もう終わりの時間が近づいてきているみたいですけど、うんうん、何かあゆみさんからは話しておきたいことあります？話しておきたいことございません。ないわけ、いつもないね、うん、つまんない女なの自分で言ったね、うんうんうん、自分で言うしかない、うん、ほんとつまんないわ、うん、復唱しなくていいです、はい、わかりました、はい、ということでですね、私からじゃあ、うん、イベント出店のお知らせです、はい、10月の17日火曜日ですね、うん、あっちゃ朝ティー、うん、はい、マミーズマーケット、うん、ネーブルカテナで開催しております、うん、はい、私もオラクルカードメッセージセラピストとして、うん、出展しますので、うん、ぜひ遊びに来ていただけたらなと、うん、はい、ロビンソーからも超スーパーウルトラマン、もうまあ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 、前向きな前向きなね、うん、メッセージ受け取りたいっていう方は、うん、ロビンソーはで検索したら公式ホームページが出るんですけど、うん、そっちから予約できるフォームが、うん、ウェブチケット置いてありますので、うん、
で、そちらからご予約をね、していただいてもいいですし、うん、まあ、飛び入りできても大丈夫ですので、はい、まあ、お客様がいたらちょっと後になってしまうんだけれどもね、うんうん、予約しておいた方が確実です、うん、はい、おそらくその時には先ほどお話ししました、うん、ヘンプ、うん、大麻の、うんうん、まあ、もちろん合法ね、うん、のリラックス効果を得られる、うん、このケア、うん、受けられるかもしれませんので、お、はい、うん、ぜひいらしてください、うん、はいはい、そして今月、25日、うん、26日は水曜日と木曜日、うん、ピリピリチキンさん、うん、はい、今ですね、ピリピリチキンさんともちょっとコラボしてまして、うん、北中にありますイオンモールライコムの裏通りにあるフォレストマーケットっていう、まあ、お店がいくつか入った商業施設があるんだけどね、うん、そこにペリペリチキンさん、うん、はい、入っております。そのペリペリチキンさんとまたコラボで、ね、はい、占い出店、ね、うん、しますので、まあ、これも予約ページ、うん、フォーム設けてありますので、はいはい、ぜひ来ていただきたいのと、うん、そして29日、うん、29日日曜日はですね、うん、メシフェスって言って南城市役所の隣の大きい駐車場で、うん、私さっきメシフェス南城市役所の隣の駐車場にいるよって言った、うん、言ったじゃない嘘、情報流したの、うん、ねえ、それは言ってた、それは29日だ、やば、じゃあ本当はどこにいるの。今日はですね、うん、新都心公園にいます。全然ちげえじゃんちゃんと訂正して本当にでもさ、ロビンソンはなんか許されるとこあるよね自分で言う、それ自分で言っちゃダメなんだよ。訂正します、はい、今新都心公園に8時までいます新都心公園ね、那覇よ、うん、はい、まだいるよ、おいで、うん、ね、大変、南城市まで行っちゃったらもう新都心ね新都心8時までいます、うん、夜のね、はい、うん、はい、まだまだいますのでぜひ遊びに来てください、はい、南城市は29日、うん、日曜日ですね、うん、はい、これも予約ページ作ってありますので、はい、まあ、見てみてください、うん、はい、そしてですね、はい、来月の話になってしまうんですけど、うん、11月の25、26、うん、ごめんね、なんか情報多くて、うん、いいよ25、26土日なんだけども、うん、大野山公園、うん、はい、大野山マルシェというのが開催されます、はい、うん、結構大きいよ、うん、規模が。そうなんだ。ステージショーもします。お、なんと、うん、土曜日の最後のプログラム、うんうんうん、1時間もらいましたロビンソンショーを1時間。1時間素晴らしい。あっさみようなもう1万円の価値あるよ、うん、これはある。もうもう1時間か。もう投げ銭方式でね、うん、はい、楽しみね。いただけたら嬉しいんですけど、うん、ドラッグクイーンショーと、うん、でまたトークショーもやろうかなって思ってますので、うん、はい、ぜひ来てください、うん、同時に隣のセルナスタジアムでは離島フェアもうやってるので、おうおう、やるっていう話だから、おうおう、デジいっぱい来るはず人ね、混みそうだね、はい、ぜひ私に会いに来てください、うんうん、はい、ということで来週のゲストさん、はい、なんとですね、うん、鈴川サーキットのサーキーちゃん来ます。お、皆さんお楽しみにしてください。はい、はい、22日、うん、この時間にまた皆さん、はい、お会いしましょう。今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ロビンソワとあいみでした。それではソワソワ。